どうもたまです。今日も一日お疲れ様です、この度はですね、皆さんに謝らなくてはいけないことがございます。それはですね、この度私ついに LINE スタンプ販売いたしました。なんですけども、なんで謝らなくてはいけないのかと言いますと、実は LINE スタンプをリリースすると言っていたのが、登録者様が1万人を突破した時って言ってたんですよ。もうそれからどのくらい月日が経ちましたか。そしてね、2020年が終わるギリギリで販売することができました。本当にお待たせいたしました。ごめんなさい、本当に申し訳ございませんでした。まあ、それだけね、長い時間をかけたということでですね、実はね、もうデザインを一からすべて自分で書きまして、販売するまですべてね、今回一人でやりましてですね、ちょっとそこの頑張りだけはね、認めていただけたらなと思います。で、やっぱり納得いかなかったら何回も何回も消して作り直したりとかしていたので、すごく時間はかかってしまったんですけども、自分でもね、納得のいくデザインができたんじゃないかなと思うので、早速ね、私のスタンプを紹介していきたいと思います。はい、こちらですね、私のスタンプが24種類でございます。私のキャラクターとおむつくんのキャラクターですね。まずはこちら、毎回私が動画で使うね、はい、レチゴのスタンプです。おむつくんがちょっと大きいぬいぐるみ的な感じになってて、それに私がね、またがってレチゴポーズしてる感じですね。そして次、毎回こちらもね、動画の最後に言っているのがおつたま、はい、こちらもね、完全に私の猫耳ヘッドホン姿のね、キャラクターなんですけども。そして次がですね、はい、こちら胃袋からキュンです。こちら略して胃袋キュンってね、言っているんですけども、視聴者様もね、よくね、真似してくれてね、すごく嬉しいです。続きまして、じーっと、まあ、これはいろんなシチュエーションで使えるんじゃないかな。まあ、構ってほしい時とか、ちょっと軽蔑してる時とかね、え、何やってるのこの人みたいなね、タイミングでスタンプ使うのもいいんじゃないかなと思います。じゃあちょっと全部紹介するのあれなので、ピックアップしていこうかな。そうだな、あ、ピロリン、はい、おむつくんのね、ピロリンスタンプです。ピロリンはね、私の動物の森実況で生まれた言葉なんですけども。で、まあ、ピロリンの使い方としてはですね、ちょっと嬉しい時とかさ、ヤッホーみたいな感覚で、ピロリンみたいな。ヤッホーピロリンみたいな。頑張れピロリン、お疲れ様ピロリンみたいな。もう何でもいいですよ。うん。で、今回私のスタンプちゃんと日常使いもできるようにね、考えましたので、はい、おむつくんのおはようと、おむつくんのおやすみもあります。おはようのやつはね、これ実は太陽の着ぐるみみたいなのをかぶってるんですよね。そしておやすみの方はね、ナイトパジャマみたいな、そんな感じのを着せてみました。あ、ちなみにやんのかもございます。私が動物の森始めた時に生み出した言葉なんですけども、生み出したっていうか、なんかね、動物の森始めてから使うようになった言葉なんですけども、まあ、やんのかも別に、これは喧嘩を売る時じゃなくても、普通に今日も一緒に頑張ろうね、やんのかみたいな、そんな感じで使っていただけたらなと思います。まあ、動物の森実況見ていただいた方にはわかると思うんですけども、まあ、あの語尾につける程度でね、スタンプ使っていただけたらなと思います。結構他にもね、使いやすいスタンプ作っていますので、ぜひそちらもね、実際に購入してからね、見ていただけたらなと思います。はい、ということで、ぜひ皆さんこちらね、たまちゃんゲーム実況者と調べたら出てきますので、100コインで販売されています。ぜひ皆さんにね、使っていただけたらなと思います。あとはですね、概要欄にもこちらの購入ページに飛べる URL を貼っておきますのでね、ぜひそちらからね、ダウンロードしてください。では皆さん、年末年始ね、本当に寒くなりますけども、体に気をつけてお過ごしください。はい、ということで今日の動画は以上です。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。SNS はね、Twitter、Instagram、TikTok もね、始めました。ぜひそちらもね、フォローしていただけると嬉しいです。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。